はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけで今回はですね、アイアンマンを紹介していきたいと思います。まあシン・ゴジラ とガメラを作ったんですけれども、まああれですね、まあ、他にもアイデアがないかなと思って、でちょっと自分で頭ひねってみたところ、まあ赤色を中心にちょっと黄色、金色を交えたデスサイザーのカスタマイズでちょっとアイアンマン的な感じで作れました。はい、結構完成度高いんじゃないかなと自分でもちょっとだけ思ってます。いや、だいぶ思ってます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じのカスタマイズ。おうおうはい、というわけでね、まあ早速ねこいつを回していきましょうか。よし、じゃあ一回回すか。いきまーす。3、2、1、ゴーシュ。おー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 おお、暴れるのね。結構、あ、結構暴れた後に縮まるのね。あー、おらおらおら、よし落ち着いたみたいなはい、というわけでね、まあこんだけね、なんか強そうなカスタマイズなので、ちょっとうちのベイブレードと戦わせていきたいかなと思います。いや、真面目にあのザコイノとかいないんで、僕のベイは。じゃあ早速やりますか。はい、じゃあこちらと戦わせていきたいと思います。ケツ名前ケツです。はい、それでは早速いきましょう。じゃあこいつ先行でいいか、時給だしな。いきます。で全部1回ずつ倒していこうか。倒せるか分かんないけどね、俺も今初めて回すから。いきます、3、2、1、ゴーシュ。アイアンマンレッツゴー。さあどうなる。俺今初めてやってるからさ、これが強い弱いねてかうちのメインベイが強すぎるのかな。やっぱうちのメインベイだとやっぱ勝てないかなアイアンマンの動画で冒頭で負けるっていうな。わあ、でもえかす、こいつを1、2、3、3、6、マジか。なかなかすごいよ、ケツをここまでやるの。さすがだなって思う。もうこれだけでもだいぶすごい。じゃあちょっと次また防御型いきたいと思います。こんな感じのカスタマイズ、これももう似てる感じ。もうマジで強い。もうポリシーが強い。あとオービットが強すぎる。もう僕このカスタマイズで結構やっています。じゃあ早速、じゃあまたこいつ先行で3、2、1、ゴーシュ。あー、下手くそでごめんね、シュート。デスサイザーってそんなに強えわ強えわ、普通に強えわ。素晴らしい。それでは次、またしても似たようなカスタマイズでいきます。てかもうまんま、上だけ違う、レイヤーだけ違いますね。もうこのカスタマイズが強すぎるんだよね。いきます。もうこれ倒せたら結構すごいからね。こいつカウンターが結構うまいから、3、2、1、ゴーシュ。ちょっと手を固定します。3、2、1、ゴーシュ。今思いっきり握ってるから。うわ、すげえ戦い。お、崩したね。おーっと、これは持久がなくなってきた。アイアンマンどうなる。これは無理なんじゃないかな。いったね。スピンフィニッシュでも負けないか。オービットにスピンフィニッシュで負けないこの強さね。へえ、素晴らしい素晴らしい。今のところ 3回やって2回勝ってるのが。じゃあ次、ミノボロス。これ強いよ、これだいぶ強いよ。対するはうちが作った、うちじゃねえ、俺が作ったアイアンマンカスタマイズ。じゃあミノからいきます。3、2、1、ゴーシュ。
あれ手固定してんだけどな。お？マジか。ツーロック。へえ、強いな。じゃあちょっと締めに入ろうか。おい、お前3ロック、3ロックじゃないか。ちょっと締めに入ります。ちょっとうちのメインベイでちょっとこのね、アイアンマンを叩き割りたいかなと思います。スターセイバー。ね、アイアンマンのね、カスタマイズの動画なのに、俺はこれでちょっとうちを滅ぼせるか、ちょっと試してみます。なので、こいつから撃っていきたいと思います。さあ、アイアンマンはうちの政権に耐えられるのかと、いいなか。いきます。3、2、1、ゴーシュ。いきまーす。ゴーシュ。待った、上から落とした。今のはなしだ。もう一丁いきます。ゴーシュ。ゴーシュ。引き分けか。俺が作った聖剣と引き分けか。アイアンマンさんよ、マジか。まあアイアンマンも俺が作ったんだけどよ。どこ今どこ探してもアイアンマンカスタマイズなんていう動画一個もないからね。あの日にち見てね、日にち。今何日だ。12月の25かな。だちょうどクリスマスイブ？ん？イブじゃねえ。クリス、まあ、そこら辺で考えて作って今撮ってるんでね。ちょっともう一回やろうか。今同点だからね。もう一回いきます。うちの政権が絶対滅ぼしてやる。何の動画だよってな。3、2、1、ゴーシュ。いきまーす。ゴーシュ。激しい！うわ！これ勝負つくのかな？おうおう。よいしょ。へえ。すごいね。うちの政権をこんなにバカ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 ぶっ飛ばすの、あんまいないぜ。なかなか強いんだからね、うちの政権。まあ、スターセイバーって言うんだけどね。めめ。3、2、1、ゴーシュ。あ、ちょっとシュートミスったけど、まあ、頑張りましょう。これ決着つかなさそう。多分無理。ちょっとこのままずっと続くと思うからやめときます。ちょっと尺が長くなる。というわけで、アイアンマンカスタマイズ、うちが作った極炎エクスカリバー、名付けてスターセイバーと同等の破壊力を持っています。はい、素晴らしいと思います。いやー、いい感じに作れました。よかったです。今後ちょっとこのカスタマイズ、まあ一応ね、まあカスタマイズによって普通にね、こいつでポンポン飛ばせたんで、まあ卑怯なカスタマイズでもないんじゃないかなと思います。はい。なのでちょっとね、今後うちの動画で出していこうかなって。デスサイザーってそんな強いのかな。だって今試したけどさ、普通にこいつでもうほぼほぼな、もうずっと同点じゃん。だから激強ってわけじゃないと思うんだよね、俺的に。うん、スピンフィニッシュだったら負けちゃうかもしれないけど、滅ぼしはいい話だから。だからちょっとうちの動画でちょっとデスサイザー出します。はい。まあ見た感じ卑怯ではないかなと思います。しっかりバーストするし。はい、というわけでね、まあ実証されたと。ちょっと出してきます今後。ちょっとね、傑作なんで。はい、というわけでここら辺で終わりたいと思います。アイアンマンカスタマイズマジ強くてめっちゃかっこいいです。皆さんもよければ真似してみてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。